おはようございます。2023年6月14日水曜日の朝です。今日の体重は 65.20 でした。体脂肪率は 37.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は、風が結構ありますね。曇り、そして風ぬるいけど、結構ある、入ってくる風。そんなわけで今日は午後からですね、私人生初めてのバレトンっていうやつと9連っていうですね、トレーニングレッスンですね、受けに行く予定になっておりますよ。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日はちゃちゃっとご飯、即席の白湯スープ春雨、お揚げにチーズのっけ、あとは R1 買ったので R1 飲んで食べます。今日のお昼ご飯です。今日はピザトースト、あとはオムレツ、クレソンとキュウリで食べます。今1時半ちょっと前です。じゃあ準備ができましたので、これからレッスンの方に向かいたいと思いますよ。行ってきます。今日のレッスン会場はこちら、追分公民館になります。で、いつもですね、月1ズンバ習ってるんですけども、ズンバの先生がですね、いろんなレッスンやってるんですよ。で、今日はその大井先生って言うんですけども、大井先生のレッスンのうちバレトンってやっと9連っていうのがあるので、ちょっとやってみたくて、話聞いてたら気になるのでですね、それで今日初めてやることにしましたよ。14日これですね、バレトンと9連2つちょっと参加していきたいと思います。すごい緊張する、なんか初めてだから、できるかな、できるかな、できなくてもいいか別にできない、困った。よろしくお願いします。そう、コロナもう全然復活、なんかコロナになる前より元気になっちゃった。ありがとうございました。初めてのバレトン9連すごい楽しかった。てかもうなんか足ガクガクで立ってられないかもしれない。お水いっぱい飲んでください。ありがとうございました。今日はまやさんと一緒でしたよ。暑かった、もう大先輩大先輩、まやさんのおすすめで今日はバレトンと9連やりました。面白かったですね。また一緒にやりましょうね。ありがとうございます。エリコロの動画、もう足がこじかちゃんになってますけどね、とりあえずちょっと今ですね、コーヒー飲みたいのと、シエスタで打ち合わせする予定になってたのでですね、シエスタ来ましたよ。行きます。ホットコーヒー飲みます。今日はディカフェ。なんかもう全てが撮ってる撮ってる、シュンタのカメラワークで撮ってもらっております。シュンタ上手に撮ってるかい、撮れてるかい。真ん中で今映しています。じゃあちょっとお母さんとかも撮ってください。はい、はい、これ静香さんです。自由自由な感じ。ね、楽しいっしょ。今さ、エリコロさんのさ、はい、シュタ何飲んでますか。美味しい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 。よかったね。ゆっくりできました。打ち合わせもできましたね。じゃあとりあえずお家の方に帰りたいと思います。帰ってきましたよ。もうすっごい肩ガクガクで、今もうカメラ持っているこの腕も辛くなってきた。やばい、筋肉痛、明日やばい、もう動けないかもしれない。まずは中入ります。今日の夜ご飯です。今日は手作りチャーシュー、きゅうりの麹漬けとメロンのきゅうちゃん、旦那さんが作ってくれたほうれん草と玉ねぎと長ネギのおつゆ、白いご飯で食べます。
はい、というわけで今日も一日が終わりました。またちょっとこのスタイルで出てしまいましたね。お風呂上がりスタイルでその後も出てきたんですけれども、今日ですね、私人生初のバレトンと9連っていうトレーニングやってきましたよ。バレトンは45分のコースで、9連はなんと90分のコースでやってきました。それで、感想からまず言うとですね、結論から言うとめっちゃめっちゃトレーニングでした。なんか思ってたのと全然もう本当違って、エクササイズですね。もうあのバレトンってバレエとヨガと、あれもう一つ何だっけ、なんかを組み合わせて、発祥は西海岸、アメリカ西海岸発祥で、まあ、セレブとかあとハリウッドスターとかそういう人たちがですね、こぞって一時期バレトンにハマってやってたっていうことがあるようなエクササイズなんですって。それで本当にですね、全然私は初心者なんで動きがガクガクですけど、バレエもやったことありませんしね。でヨガもめちゃめちゃ初心者なんで、ヨガも全然ちゃんとできるわけではないんですが、ただですね、誰でもできる感じはします。なんとなくバレトンって聞いたらなんか柔らかくて、もともとバレエやってた人じゃないとできないんじゃないかな、私なんかにできるかなっていうのが勝手なイメージであったんですけれども、なんかもう逆に、何にも知らない状態で、私本当に下調べもネットで調べたりもせずに行ったんですけれども、できます、できるし、初めてでもめちゃめちゃ汗かけました。で意外とテンポよく動くんですけれども、動く時にすごくいっぱいなんかこう有酸素みたいにこう動くわけでもなく、でもなんかすごいコアの筋肉に効かせるような感じでですね、なんかゆっくりなのか速いのかちょっと分かんないんだけどな、なんか動くんですよね。なんかこうやってこうやってこうみたいな、なんかよくなんかお見せできないのが残念なんですけども、そうでもそうやってですね、やるんですよ。で本当にそれだけ45分ので、あっという間の45分ではあったんですけども、やってる途中は結構辛い部分、やっぱり私筋力あまりないので、筋力的にフラフラしたりガクガクしちゃったりする部分あるんですけれども、先生がですね、インストラクターの先生が今日はこの動きの中で一箇所だけ頑張りましょうねっていう声をかけてくれて、例えば片足で立つシーン結構あるんですけども、グラグラになってもいいから、この手をこの引く、この引く時の肩甲骨だけこのポーズは意識して頑張ってみましょうって言ってくれるから、本当にすっごい頑張れるんですよね。本当そこに集中してやろう、頑張ろう、他はガクガクしてもなんとかなるみたいな感じでですね、すごい楽しく動くことができました。そしてその後ですね、9連っていうやつはクオリティオブライフじゃないですか、そこも聞いたのにちょっと覚えてないとダメですねクオリティの生活の質を、クオリティを上げるために体作りしましょうねっていうやつなんです。でそれで私アロマトリートメントのセラピストなんですけども、本当にそれに精通する部分がたくさんあって、それで要はですね、筋膜リリースしていったりするんですよ。体をほぐしていく、柔らかい筋肉を作ってあげるっていうのがなんかこう目的なのかな。それで本当にここを使ってゴリゴリこう足の筋肉をこうほぐしていくんですけど、私なんか太もものこっから上がめっちゃめっちゃ筋肉硬いかったのに全然気づかなくて、私アロマのトリートメント練習結構するんですけど、こういうところの足とかこういうとこはですね、自分でやるんですけど、人のもってあまりやんなくてですね、めちゃめちゃ痛かった。なんか本当に自分で痛すぎて加減しちゃいたいくらい痛くて、でもこれってやっぱりですね、骨と筋肉が癒着しちゃうと硬くなっちゃって、それで逆に体硬いから血流も悪くなって、
まあ、それなりに体にはあんまり良くない状態っていうことをお知りですね。これ続けようかなって本当に思いましたね。いやー、なんかすっごい良かった。で、体なんか本当にリフレッシュできてる感じです。汗もかけたし、筋肉痛にもすごい、もうすでに足とかもガクガクに筋肉痛になってて、全然力入らないくらい、足は特にふくらはぎとかも、そうですね、太ももとかも結構な筋肉痛に今なってる状態になってて、これでもいいなと思いましたね。で、ズンバもすっごいリフレッシュできて、汗いっぱいかけて、有酸素って感じで、イエーイって感じで、みんなで踊り狂うぜみたいな感じで、すっごい楽しいから好きなんですけど、でも私ちょっとしばらくこのバルトン宮殿のセットで出れる時出ようかなって本当に本気で思ってます。なんか変な話、いや、これそれこそ今このダイエット日記だからこういう話しなきゃいけないと思うんですけど、痩せそう、本当になんか綺麗に痩せそうって感じがすごいしました。なのでちょっとですね、月1回の、レッスンにはなってしまうんですけど、でもそれでもですね、ちょっと皆さんにちょっとずつうまく上手にお伝えできればいいかなって思ってます。それで今日のですね、レッスン、私今月1会員っていうか、今月2にして2つ連続で取るようにしたんですけど、ですね、フィットネスサークル2個っていうサークルが安平町にありまして、そこの大井先生がインストラクターの先生で、ズンバ、宮殿、バレットの体バーとか、あと、ファットバーだったかな、なんか何種類かのですね、レッスンやってくれてるんですよね。で、その先生がもともと看護師さんということもあって、すごく体のことに詳しくってですね、いろんなことをお話し聞きながらできるっていうのも私すごい楽しかったんだと思います。自分のアロマのトリートメントの施術するセラピストとして、体の仕組みとか自分の知らないこととかもいっぱい教えてくれたので、今後自分の仕事にも活かせるかなと思いますし、自分の人体を自分で実験できるっていう意味ですよね。むくみがどれくらいの感じで取れるかとかも知れますしね。で、その大井先生がですね、本当に安平町内の町民の方が健康で元気でいつまでも自分の足で立って歩ける体作りをしましょうっていうですね、本当に志が高い方なのでですね、本当にそのやっていることとかも私共感できますし、なんか別で仕事もやってるんですよ。すごい別の仕事もやってながらインストラクターの先生もやってくれてるのでですね、本当に尊敬できますね。私が今からやろうとしていることも、安平町の方にできるだけ健康になってほしいとか、アロマを知ってほしいとか、そういうのもありますけれども、その志はすごく尊敬すべき点だなと思いましてですねそれで一緒に頑張って運動して痩せたりとかして、結果出したりとかして、一緒に喜んでいきたいなとかって思ったりもしてますしね。なのでちょっと安平町の方対象にはなってるんですけど、町外の方ももちろん参加 OK なので、ぜひぜひ興味ある方いらっしゃいましたらですね、私今概要欄の方に大井先生 のフィットネスサークルにこのインスタ貼っておきますので、チェックしてみていただいたり、合わせてフォローもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は長くなってしまいましたけれども、これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。